しゆきです。君は可能です。これから担当運転士山崎車掌一番終点塚口までご案内いたします。
次は浅間通です。掛け合わせバッドリーというです。
クローダー、クローダーです。で、うちは何がですか？その感じはして、ね、どうしよう、そうチーム。いや、新規そばなんです。この駅で特急チェーンの国際空港行きと急行テレパシー行きの地の追加しています。48分の終です。3番線には特急1の国際空港行きの到着です。一宮、五宮、名古屋方面お知りのお客様が出てくれてください。スパルチ行きです。急行と遠橋行きは次に追突します。48分発車です。
信号が検知されました。現在は安全が確認されております。各列車は通常運転を実施しております。また、遅延が発生している電車については、こちらに案内を実施してください。以上。本線には急行豊橋行きの後の中間です。一宮、名古屋方面を急ぎのお客様、乗り換えください。
東水道市の方に行きます。普通の地域です。まもなく走り出し、島を導入地域です。
ロサリアと申します。一宮です。こちらは萩原方面、三崎線から乗り換えです。こちら右側ですと、マジャラステーション。名前も適当。
シェアスモチーフだし。快速特急豊橋行き待ちをしていたします。6分の発車です。3番線には快速特急豊橋行きの到着です。名古屋と出会いのお客さんをお乗り換えください。名古屋方面の一部特別車の快速特急豊橋行きです。名古屋、金山、神宮前、知立、東岡崎に停まります。特別車は1号車、2号車で座席は指定です。特別車には乗車券のほか入場チケットが必要です。3番線の電車は名古屋方面の
電車が発車します。ご注意ください。お待たせいたしております。普通スカルチ行きです。終点スカルチまで早くまで行きます。まもなく発車いたします。しばらく何をチェックください。
Thank you.
装置噴水。終点スパルチンです。乗車ありがとうございます。終点スパルチンです。福島方面